はいどうもバシです。それでは今週もやっていきましょう。晒していいとも増刊号、皆さんコメントいつもありがとうございます。それではね、早速雑談なんですけれども、最近大炎上している某グループ系 YouTuber M なんちゃら TV さんですねについてちょっと話してくださいというリクエストも多かったので、ちょっと話していきたいなと思います。で、まず最初になんですけど、仮名としてですね、M ウィンさん、テオくん、ファクオンさんというね、仮名で喋っていきたいと思うんですけれども、今回は、グループでみんなでやってたんですけれども、テオくんとファクオンさんが、僕たちはグループをクビになりました。で、労働環境もおかしかった。これは問題があったんじゃないの?みたいな。パワハラとか、多分労働基準法とかに引っかかるような、そういう感じの暴露動画に近いものを上げたわけですね。で、それをやっぱ世の中は、うわ、最低だって。じゃあ、MV に叩かなきゃっていう流れになったわけですよ。で、M ウィンさんがそれに対してのアンサー動画を出したんですけど、それが非常に、最低でした。どんな動画かっていうと、僕たちは会社としてやってるから仲良しごっこはじゃないんだよと。だから、なんか仲間でも友達でもなかった。で、かつ、会社としては一切問題はないと。なぜなら私は逮捕されてないからみたいな。で、法律的にも会社的にも大丈夫だみたいな。で、裁く権利はお前たちにはないだろうみたいな感じで、会社とか法律とか難しい言葉でなんかうまいことごまかしているような動画を上げてしまったんですね。で、物の見事に炎上が悪化しました。その日1日、なんとその動画出した日、8万人に解除されてます、MWin さん。これとんでもないことですね。で、どう考えてもあれは良くなくて、で、挙句弁護士系 YouTuber の某ケイボタさんとかに、それ間違ってますよってボロクソ言われたりとか、もう公開処刑に遭いまして、で、物の見事に炎上しました。で、その次の日に上げた動画っていうのが、昨日の動画は、会社と代表取締役として意見を述べましたと。今は、一 M ウィンとして話しますみたいな。ありがとう、君たちには感謝しているみたいな。いや、アホでしょっていう。それ上げるんだったら、それ前日でしょっていう。で、しかも、会社として動画を上げてるっていうんだったら、なぜ初日に上げた動画が金髪で私服なんだと。そこ黒服でスーツでしょと。はじめ社長もサンマータの時スーツですし、ヒカルさんの時のバリューソードもスーツじゃないですか。謝罪はスーツなんですよ、ちゃんとした大人は。それ、会社って言うんだったら、やっぱそこはスーツであるべきだと俺は思います。で、そういうなんか、揚げ足取りじゃないですけど、なんかいろいろやっぱおかしいよなって思うところがあって、やっぱもう大炎上って感じですね。多分あの流れは止まんないですね。で、じゃあ、どうすればよかったのか。俺が思うにですね、多分その会社云々とかではなく、確かに会社だからこそっていうので、多分、M ウィンさんだけが知ってた、多分、テオ君とかファックオンさんの、弱みっていうのが絶対あるはずなんですよ。で、俺昔 M ウィンさんの動画、そこそこ見てたんで、ミリオネアのパロディをやった時に、確かテオ君かファックオンさんが、リスナーをファックしてる、暴露とかをしてたんですよね。だから、会社としては、ちょっとね、してはいけないことを彼らがしていたと。例えば会社に迷惑がかかるようなことを彼らがしてたから、それを理由としてね、切るしかなかったんだっていう、多分被害者マウントの取り合いをすべきだったと俺は思うんですよね。だから、なんだって、片方の意見だけ聞いちゃダメだなって、テオ君とファックオンもクソ野郎だったんだって、もうどっちもクソ野郎だったんだっていうね、被害者マウントの取り合いっていうね、最低の総合格闘技をして、マウントの取り合いをするしかなかったと思うんですよね、俺はね。なんで、今回は、その謝罪などの感謝だのっていうのを全部ゴテゴテに回って、かつどう見ても台本を読んでいて、みたいな、もう、ダメなところを挙げればキリがない感じの、対応をしてしまったということで、多分この炎上はね、収まらないし、多分今からなんかそういう実話みたいなチケットを切ってきても嘘にしか聞こえないんで、多分もうね、だいぶきつい状況なんじゃないかなっていう風に思いますね。なんでやっぱその炎上した時は毎回俺言ってますけど、初手、それが全てなんですよ。もう初手謝罪みたいな。はじめ社長の時もそうでした。開き直ったら燃えるんです、もっと。で、相手を責めたらもっと燃えます。なんで基本的には謝罪からの、でも実は彼らはこんな悪いことをしてて、会社の社長としては彼らを切らざるを得なかったんです。でもそれを言うことはチームとしてできませんでした。隠しててすいませんでしたって。で、最後に謝罪して、謝罪と謝罪のサンドイッチで相手を悪く言って被害者マウントを取るしかなかったかなというふうに思います。はい、ということでですね、今回の炎上は非常に対応が悪かった事例ということでね、多分一生言われ続けるんじゃないかなというふうに今見ている限り思います。なのでね、どっちが悪いとかっていう気はないので、ただ対応は良くなかったよねと、そこだけですね。別に人格否定するわけでもなく、対応が良くないという、お話でした。はい、ということで皆さんね、燃えた時の参考にしましょう。同じ鉄は踏まないようにしましょうというお話でした。はい、では早速本編やっていきましょう。こちら、
おばさん、今までで一番ゾッとしたことは何ですか、プラスね、今年一番恥ずかしかった出来事は何ですかというね、まあこれね、同じ回答なので2個選ばさせていただきました。今年ですね、すごい恥ずかしくてゾッとしたことが起きました。何が起きたかというと、俺ね、スパが好きなんですね、結構ね。スパってあの温泉みたいなやつ。で、温泉行くとさ、わかると思うんですけど、なんか右が男湯、左が女湯みたいな、入り口が結構近かったりするんですよね。で、俺、最近やってないんですけど、当時、歩きスマホが結構ね、してたんですよ。歩きスマホダメですよ、みんなしちゃ。で、歩きスマホしてて、で、普通にそのまま銭湯入ろうと思ったの。銭湯入ろうかなと思って、普通にプラプラって歩いてたら、あれなんか、壁がやけに赤いなと思って、で、のれんをくぐる本当に寸前で、はっって気づいて、横見たら、どう見ても壁が全部一面真っ赤なんですね。これはもしやと思って、目の前をくぐると、これはパラダイスって思ったんですけど、まあ、それくぐっちゃうとその後プリズンに行かないといけなくなっちゃうんですね。でそんな感じでうおぶねーっと思って、もう女湯に入る寸前で、もうのれんくぐる寸前で、もう腰抜かしそうになりながらババ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 ってタッバックして、本当に人生終わるかと思いました。でそれを見ていた館内着みたいな、そのスパの中で着る服を渡そうとする人が、あっみたいな感じで、なんか俺に声かけようとしてる寸前だったっていう、超危なかったですね、あれね。あれワンチャン本当に終わってましたね。逮捕されてました。獄中系 YouTuber になるところでしょ。危なかったですね。はい、ということで皆さんね、そういうね、歩きスマホ、銭湯ですしね、間違ってね、女湯に入ったりするとね、その後地獄見るんで、皆さんね、歩きスマホは絶対にやめましょうというね、大事なお話でした。ではお次こちら、オパスさんの今年の YouTuber 生活でいいことでも悪いことでも印象に残っていることは何ですかというね、まあ、今すごい考えてみたんですけど、まあ、いいことっていうと、まあ、自分含め自分の周りの人、まあ、まあ人くんでもひらげさんでも別にさとみくんでもね、ちょっと距離ある人でも誰でもいいんだけど、まあ、みんながみんな右肩上がりで全員チャンネル登録者が伸び続ける1年だったっていう飛躍の年だったんですよね。みんな今年すごい、まあ、フォートナイト、まあ、BO4、まあ、荒野行動しかり、いろんなゲームでみんながドカーンと伸びて、まあ、うちの事務所の人もみんなすごい伸びて、まあ、非常に良かったなとなんか思いますね。で、まあ、自分としても、まあ、1年間で多分25万人ぐらい登録者伸びたのかな。で再生数も、まあ、去年と比べると毎月ほとんどの月が基本的に、まあ、700万800万ぐらいあったんで、まあ、再生数も去年の倍以上ずっとあったんで、非常にいいYouTuber としては、まあ、数字も取れて登録者も伸びて楽しい1年だったなというふうに今思い返してみても、それぐらいですよね、はい。でまあ、あとは、まあ、アイドルの方と関わったりとか、グラビアアイドルの方と実写で仕事したりとか、まあ、ちょっと幅も広がってきたかなっていう、登録者が増えればやっぱいろんな仕事が舞い込んでくるので、まあ、すごい楽しく働かせていただいているなというふうに思います。で悪いことの印象っていうのがね、今年1年何があったかなと思って、悪いのを遡ってみても、まあ、特に炎上もしてないので、らしくないですよね。で炎上もしてないので、まあ、一番嫌だったなっていうと、多分不動産の審査に5回落ちたこと。どんなにチャンネル登録者が伸びても、やっぱ YouTuber としてのオパシっていうのの社会的地位の低さというか、信用度の低さってここまでクソなんだっていう。まあ、そこら辺で、ちょっとまあ嫌な思いはした。かなっていう、不動産の審査引っ越せないっていう、まあ結局ね、10月末に引っ越すことができたので、まあなんだかんだ今年の1年はトータルで見たら本当に100点満点で、はい、100点出していいんじゃないかなと、120点出してもいいんじゃないかなというぐらい、すごいいい1年でした。本当に皆さんありがとうございました。はい、お次こちら、この間の COD 実況者の実写イベントで、動画を上げてた実況者のコメント欄で、荒野の犬になるとオパシさんが叩かれている件について聞きたいですというね、まあ、この間のね、これニューロ光の案件ね、これ案件で撮影があって、それに俺がいなかったから COD から省かれたみたいな感じで、俺がめちゃくちゃ叩かれてたんですよ、いろんな人のコメント欄で。で、まあ、それについてなんですけど、なんでかっていうと、まずあれ撮影があれ引っ越しの直後なんですよ、実は俺の。だから俺忙しくて出れないっていう。でしかも実写系基本俺出ないじゃないですか、イベントは。まあ、で、まあ、そういう理由もあるんですけれども、基本的になんか俺東京ゲームショウも省かれたって叩かれてたし、アメリカも呼ばれなかったって叩かれてたんですけど、実際は呼ばれてるんですよ俺、毎回言ってますけど。ゲームショウも呼ばれましたし、先行プレイは呼ばれてないけど、アメリカも呼ばれました。他にもいろんなイベント呼ばれてるんです。でほとんど全部断ってるんですよ。でも俺が断るような撮影とかイベントに限って、いない、省かれた、ざまってキッズに叩かれるんですよ。それはね、早とちりなんです、皆さんの。そういうのをなんていうか知ってますか。それは確証バイアスっていう心理学的な言葉があって、自分にとって皆さんって物事を都合のいいように考えちゃうんですよ。その最たる例が、目合っただけで女の子こいつ俺に惚れてんじゃねって思い込んだことみんなあるでしょ。
あれと同じで基本的に物事を自分の都合のいいように考えちゃうんですよ。だからオパシいないイコール省かれた、なんでか荒野ばっか上げてるからだ、ざまあみたいな。違うんです、それはあなたの思い込みです。はい、ということで皆さんご注意いただければなと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。